さあということで今度は地上界にて司法を回収せよ。見たこともない司法を探し出せとは無茶な話だ。何か目印になるものはないのか。司法は大きな力を秘めたものだ。地上界であれば周囲に何らかの影響を及ぼすはず。おう、異変が起きている、もしくは起きていた場所を探すということですね。魂の浄化を進めつつ行くぞ。神の犠牲者。面白い仕掛けですね。さあここはお前に頼む。私にお任せください。ちょっと待ってちょっと待って、普通に落下したんだか。よし、順路はあっちの上だけど、こっちか。拝見いたします。我が呼び声に応え、サイファ、私の出番ですね。嘘でしょそんなことある。ぬるって落ちたけど今。よし、でサブクエがあるな、この辺。また敵出んのかな。ここの、え、ここ？ここだ、中だ。こっちからか？いや、いけないな。どう行くんだ？ジャンプでいけそうだけど。いけた、いけた。よいしょ。くそくそ。どうしてこの俺が魔物なんかに。ここです、積年の恨み。ところでこれどうやって戻んの。開く、ここ。開くやんけ、バカ野郎、扉開くやん。もう世界の崩壊が始まったのはいつか、正確な日はご存知ですか。わからないな。生き残っている人間なら覚えているかも。どういたしましたか。この気配はまた会えたな、貴様。主と同じバルキリーですか。ほう、エインフェリアを増やしたのか。この地上界でよく見つけられたものだ。先日と違って随分好戦的だな。貴様はオーディンズの目的の障害となる。ここで討ち取らせてもらう。面白い、愚かなバルキリーよ。やれるものならやってみるがよい。何なんだろうな、この人は。歪みした魂、今解き放たん。
いった。あれ2人いる。動くな。おい、いた。あ、死んじゃ危ない。うわ、エインフィリアが出せなくなった。あ、死んだ。死んでた。ところで、うめえぜこいつ。さあ、武器変えよう。もう一度だ。あ、ポーション使っちゃった。間違って。当たらん。策はなりました。よいしょ。よし、ブレイクした、ブレイクした。オッケー、やっぱ生属性だわ。腕を上げたようだな。堕落した神族の還元にでも釣られ、こいつ闇だわ。還元にでも釣られ、道を誤ったのだろう。せめてもの情け。私が死を与えてやる。パチパチパチナイス。何がおかしい。オーディンに仕えている貴様が何を言う。還元に釣られているのは貴様の方ではないか。己の本分すら忘れたか。バルキリーとはオーディン様に仕えるべき存在だ。自分の言葉の意味を理解しているのか。当然だ。わけのわからぬ妄言を吐いているのは貴様だろうに。そうか、お前はなぜ剣を収める。これ以上戦っても時間の無駄だ。何？オーディンの犠牲者ならば酌量の余地もあろう。どういうこと？逃がしたか。何か知っている口ぶりでしたね。何も知っているものか。出任せだ。別の命令を受けて動いているバルキリーなどではないのでしょうか。だとしても私を敵視する理由がない。向こうは突然戦意を喪失したように見えた。あれは一体どういうことなんだ。わからない。
あの者を追いますか？今からでも。いや、我らの目的は司法の捜索だ。奴に関わっていても時間の無駄。捜索を続けるぞ。オーディン様の犠牲者。謎深い。どういうことやねん。その運命に終止符を打つ。なりました。厄介な相手だった。こっちか。鍵がいるんだ。なるほど、上に行って鍵を取ってって感じか。神に逆らう愚か者たちめ。よいしょ。どんだけ湧いてくるのこれ。危ない。よいしょ。え、まだ生きてる。ああ、アフデント。で、これが鍵か。私は止めない。終わりか。あ、アンブロシアだ。いや、まさかな。まだだって司法を見つけてないもんね。世界の崩壊が始まったのはいつか、正確な日はご存知ですか？わからないな。生き残っている人間なら覚えているかもしれないが。しかし、生存者に遭遇する機会もほとんどありません。やはり建造物や土地の崩壊具合から予測するしかなさそうですかね。なぜそんなことを気にしているんだ。完全なる滅亡がいつ頃訪れるか試算してみたいのです。はあ、よくわからんが。長いの話。今後の指針を立てるのです。残された時間がわからなければ行動の割り振りが難しいでしょう。世界の救済に挑むならば最善を尽くす必要が。分かった分かった。お前はそういう性分なんだな。計算はからっきしだが、俺に協力できることがあれば言ってくれ。やっと終わった。これエレベーターっぽいな。で、上に登るのかな。ね、よし、行きましょう。したやんけー。はやんけー。いやいやいや、ちょっと、いや、寝てよ。そんな。容赦しない。私を甘く見るな。これで終わりか。あ、セーブしてない。あーあー、負けらんねえ。この辺りか。海水が溜まってるだけのようだが。水？いや、間違いない。ってことは雷効くかな。
司法は水没しているのでしょうか。待て、来るぞ。わ、雑魚じゃない？いや、なんだ、うわー、ニョロニョロしてる。うわー、うわー、嫌なやつらがいっぱいいるでござんすね。火か、弱点これ。殴るファルカ、チェ、数が多い。まとめて浄化する。行くぞ。我が使命により貴様らを浄化する。バーッと一気にせ。やばい、こいつ、こっち違うぞ、こいつ闇だ。よし、ブレイク。それそれ、よっけれ。おお、カメラリー、やばい、離れろ。危ねえ。うぅ、よいしょ。痛いんですけど、早くしよう。もう少しで倒せそうなんだけど、痛え。よし、オッケー。全然雑魚じゃなかったオスでした。あいつらが司法を取り込んでいたのか。見ろ、力が一点に集まっていく。わ、これはブングニル。それが司法。形状からして真相グングニルでしょうか。道理でナグルファルが強いわけだ。奴らはその司法の力を利用していたんだな。あまりに強大なため司法を取り込みきれず漏れ出した力がこの一帯を覆っていたのだろう。それはそれは大層なことで。地上界にあっては影響が大きすぎる。急ぎ深海へと戻そう。
いやー、クリアクリア、よかった。箱だ。なんだ。ヘルテイト、連撃に向き投擲することもできる。え、槍、攻撃速度も速いって。え、マジ、え、マジ。おお、見た、ほら、うい、はい、あ、かっこいいでございます、これ。あ、すごい。三国無双みたい。いいね。あ、これいいな。帰還します。まあ、B、謎の死を遂げたからね。もうしょうがない。オーディン様、司法を回収してまいりました。おお、よくやった、バルキリーよ。救済の使徒としての働き、見事にこなしているようだな。インチキ臭いよね、でもやっぱ。身に余る光栄です。残る司法についても捜索を続けよ。我が槍、グングニルと同様、気配をたどって探せよ。承知いたしました。魂の浄化も引き続き行うがいい。エインフェリアとなる魂を発見できれば戦力となる。滅亡の時は刻一刻と迫っている。世界はお前の働きにかかっておるのだ。頼んだぞ。承知いたしました。必ずや良い報告を持って戻りましょう。そうだ、急がねば、時間がない。含んでるね、含んでるね、この人。ということで、一旦ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録まだの方、最後にポチッとお願いします。それでは次枠でお会いいたしましょう。